その夜、世界は暗闇に閉ざされた。来たぞ、左舷。地にいる全ての者の府に通達する。これよりこの地に第一次防衛線を築く。港に侵攻する全ての敵を排除し、鬼の存在は世に知れた。もはや我らが身を隠す理由はない。人目を気にせず鬼を撃て。了解。現時刻をもって横浜防衛作戦を発動する。市内の鬼を排除し防衛線を押し上げろ。人の世は滅びの淵にある。救えるのはお前たちもののふだけだ。無駄死には許さん。一匹でも多く鬼を撃て。本部より特務隊千里眼による索敵を開始。街路に多数のガキを確認、殲滅し進路を確保せよ。化け物、あんたら一体あの化け物は。誰でもいい、助けてくれ。遠ざまの兵士か。今は助けられない。相手にするな。鬼の死骸は正気の苗床になる。捨ておくな。鬼払いで片付けろ。殲滅を確認。いいぞ、そのまま港まで制圧せよ。進行方向に新手の出現を認め。ガキとは違って手強い。警戒せよ。弾振りの使用を推奨。鬼を撃て。V 破壊しなければ致命傷は与えられない。一点に集中攻撃して V 破壊せよ。
敵の撃破を確認。見事だ。全隊員に緊急通達。象の鼻付近に強大な鬼が出現した。対象を神羅号と呼称する。総力を挙げてこれを排除しろ。聞いたな、象の鼻に急行せよ。神羅号と交戦を開始。全隊員援護せよ。間もなく味方が到着する。それまで持ちこたえる。大型の鬼は生命力を内に隠している。食い破壊して敵の本体を引きずり出せ。鬼ちぎりの使用を推奨。一気に敵部位を破壊し攻勢をかける。何があった？軍師クヨ、いつの間にそんな前線に。何の不思議がある？戦場で兵を指揮する神羅号はどうした？この場から消えた。下船な。圧倒的優位な状況。警戒を怠るな。いずれにしろ港は押さえた。ここを拠点に鬼を迎え撃つ。念和艦、味方の動きはどうなった？霊山の本体が小田原から北上中。間もなく横浜に到着すると思われます。よし、本体の到着までここを死守する。全員準備はいいな？数限りない。地平線を北の地はすでに落ちた。たとえどんな犠牲を払っても。なんだあれは。なんだこいつ。おい博士、妙な奴が倒れてるぜ。ん、帰るぞ。そいつはお前がおぶってやれ。俺かよ。たく、面倒ごとばっか押し付けやがって。
いらっしゃい。今日はどうします？これからもおや、あの、失礼。あまり、本日はどちらから？横浜？随分と遠い地でございます。ここはまほろばの里。長い長い旅をして来られたとお見受けし、見ての通り、ここは茶屋。私はクオン。この地で見たま、どうぞお見知りおきください。よう。目覚めたか？体の調子はどうだ？しがない研究助手ってとこだ。森に倒れてたのを俺様が運んでやったんだ。お前、名前は？俺は時継ぐだ。よろしくな。博士がお前に用があるらしい。丘の上のへんてこな建物に住んでるやつだ。あれで取って食われねえように気をつけろよ。誰だ？私の研究所に勝手に入るな。お前は？時継ぐに聞いてきたか。また余計なことを言っていな。動き回れるようなら心配はないな。私は博士。お前の名は？知らん名だな。やはり里の、お前は里の近くの森に倒れていた。横浜？何か事情がありそうだな。詳しく話してみろ。うん。横浜で鬼と戦っていたはずが、気づいたらここにいたか。不可思議な話だな。他に覚えていることは？記憶がないのか？ここはまほろばの里。横浜からはる直線距離で150里近い。それ以前に横浜は10年前に放棄された。10年前の大曲時の戦だ。もしお前が横浜で戦っていたとすれば。そいつの身元は分かったか？よう、また会った。どうした？二人ともしけた面してん。どこぞのバカと違って悩み事が多くて。なんだよ、随分機嫌悪いじゃねえか。いや、むしろ逆だ。興味深い話を聞いていたところだ。どういうことだ？鬼の襲撃を知らせる警鐘だ。心配するな。結界がある以上。待て、どこへ行くつもりだ？そうか、お前は物の鬼と戦うつもりか。こ悪いが、お前の装備品は処分した。代わりに新しい武器をやろう。私が開発した鬼の手と一緒にな。鬼の手？なんだそりゃ。さっき完成した新型からくりだ。二人ともまだ実験段階だが。何？おいおい、嫌な予感しかし。あまり動くな。手
手元。本当に戦う気か？これでいいだろう。よし、よく似合ってるな。使い方は実地で教える。私といっても初の実証試験だ。お前、どさくさに紛れて。あっはっは、面白い冗談だな、トキ。ふざけんな、こんなもん無理やり外す。言っておくが、無理に外そうとするなよ。そんなもん人の手につけんじゃねえや。いいから黙って私についてこい。行くぞ、鬼を撃つ。危ないから来るな。私たちも物の不鬼を撃つ。鬼を撃つ。鉛玉でも食らいな。二人とも用意がいいね。鬼の手の実証実験を始める。左手に意識を集中しろ。人の使命にこうして想像を具現化する。それがからくり。鬼の手の力だ。巨大な手を頭に思い浮かべろ。それを現実の世界に実体化させるんだ。無茶言うな。受けてみろ。倒せ。手始めにガキを平らげるぞ。信じられねえ。どうなってんだ。横浜で戦っていたというのは本当らしい。俺に言わせりゃまだまだひよっこだがな。よし、ガキは片付けた。次、親玉が来るぞ。めんどくせえのが来たな。博士、助太刀します。紅月か、最高の助っ人だ。すまんな、紅月。だが、いらん世話かもしれんぞ。鬼の手の力は証明された。鬼の手、その目で確かめろ。一気に勝負を決めるぞ。左、腹が弱点だ。攻撃を集中して部位を破壊しろ。破壊した部位は爆発器状態になる。そこを狙えば、本体に直接打撃を与えられる。いい動きです。もう少しはあったんだ。それが鬼の手ですか。一体どう
けない。今の戦いに集中しなくては。お見事です。実証実験終了。二人ともご苦労。実験成功だ。あ、清海は俺が撃つ。素晴らしい成果だ。どうだ二人とも。びっくり人間にでもなった気分だぜ。原理はお前の体と同じだ。もっともその力の根源がよくは分かりませんが。そういうことだ。それよりお前どういうわけだ。普通御霊は一つしか宿せないはずだが、御霊の記憶もないのか。鬼に食われた英雄の魂、後でお前の体を調べさせろ。心配するな。バラバラにしたりはせんさ。ようやくコドンへのお出ましか。博士、ご協力感謝します。実験のついでにやっただけのことだ。ガキが数匹逃げていくのを見た。承知しています。あとは我々にお任せください。こちらのお方はあまり外、まさか戸様では。私の助手だ。東の里から手伝いに来た。そうでしたか。それは遠路ご苦労さ。では我々は任務があります。紅月様もお体。ありがとう。周囲を調べろ。まだ鬼が残っているかもしれんぞ。私もそろそろ行きます。博士、私の協力が必要で。ああ、いつもすまんな。最後にあなたの名を覚えておきます。私は紅月。この里で。ではまた会いましょう。さすが紅月、誰かさんと違って優しいぜ。うるさいぞ。鬼は撃った。研究所に戻るぞ。何をしてる。早く来い。さっきの話の続きを聞き。軍師供養、それがお前のいた隊の指揮。血濡れの鬼か。有名人だな。今じゃ生き残りを探すのも難しいぜ。ってなんだ、ジロジロ見てんじゃねえ。ふん、遠慮のねえやつだな。からくりと言ってな。私が研究している技術で作った体の中に人の魂を封じてある。そういうことでよろしく頼むぜ。しかし横浜以前のこと。そうか、軍師供養に横浜。状況からしてそれは十中八九。10年前、世界中に鬼があふれ、我々は大間が時と呼んでいる。その際に北から押し寄せ、つまりお前は10年の時間を飛び越え。仮にそれが本当だとして、な、鬼門に飲み込まれたものは時の迷子となって別の時間に流れ。そういう話を昔聞いたことも。お前が飲み込まれた空の穴は、鬼には時間の垣根がなく、奴らが移動の際に開く鬼門はあらゆる時間に通じている可能性がある。わずかだがな。ここでは方向者と呼ばれ。話がキテレツすぎてついてけねえや。似たような話は以前からある。かつて大陸の方で数百人の兵士が一度に失踪するという事件があった。
夕げを焚く火を残したま、どこを探しても兵士は見つからず、人々、それから10年後、近く調べると、彼は消えた兵士の一人で、解放され目覚めた彼は、真っ先にこう言って、自分の夕げはどこだと。そりゃ浦島太郎もびっくりだ。遥か昔から、この世界には人知の及ばない何かが潜んでいる。その何かと秘密裏に戦うのが、我。その体は…なんだ、どうなってる。これは…私を見ろ。お前はここにいる。他のどこにも…私がそれを知っている。私を信じろ。私がここにいるように。お前…どうなってんだ。おい博士、何か知ってるなら説明しろ。私にも分からんことくらいあるさ。だがこいつは本来ここにいない。この世界にとっては異物。なんだそりゃ。かもな。それは時間を超えた代償、呪いだ。かといって元の時代に戻るのは不可能に近い。お前が所属していた隊もおそらく現存していない。横浜で戦ったモノノフは全滅した。それでも過去との接点を求め失ったが、過去ではなく未来。ここで私の助手として働く気は。お前はいつどこに流されるかわからない。あるいはそれを止められるかもしれん。取引だ。私はお前の呪いを解く。その代わりお前は私の研究。お前が何者かは問わない。私の助手をしながらこの世界で生きてみろ。いい返事だ。やめとけ。骨の髄までしゃぶる。じゃあこいつが消えるまで放置するか。誰もそうは言ってね。決まりだな。今日からお前は私の助手だ。助手1号は時継だ。誰が1号だ。たくん、どうなっ。こいつは人をこき使う天才だ。さっき目覚めた空き家を覚えてるか。明日から忙しくなる。今日ようこそ我がからくり研究所に。記憶をなくしたか。我が使い手哀れな。それがお前のならせめて私が記憶しよう。願わくば今度は忘れ。私は源義経。鬼打つ者の夫と共に歩む。おい、邪魔するぞ。無事みてえだな。早速だが、今日から働く。お前の体を考えると、まずは里の正式なモノノフになり、呪いを解くには人と交わって。意味不明だな。とにかく普通はお頭に挨拶するが、これ代わりに神垣の巫女が里を仕切ってる。つってもまだガキだ。実験この絵舞台と侍舞台、ちょうどこれから謁見式だ。神人混みは好かん。ここから先は私は鬼の手で後から合流する。後から合流。まあ見ていろ。ああ、それと岩宿に行く前にこれからモノノフになるんだ。使う。特に御霊の扱い方は念入りに。きじゃあしっかりな。相変わらずの俺様野郎だな。まあそういうわけだ。さ、
nigga, you can't stop.